宇宙飛行とは、1936年に公開された、ソビエト連邦の SF 映画。制作は、モスフィルム。無重力などリアルな宇宙飛行を表現した、最初期の映画の一本。1946年、ソ連のセドリフ博士は月への友人飛行を計画していた。しかし、ライバルのカーリン教授はそれに反対。まずは、動物実験で安全を確認してからと主張する。 しかし、セルイフ博士は、マリーナ、アンドリューシャと共に月旅行を強行。無事に月に着陸する。月ではトラブルに見舞われるが、無事解決し、地球に帰還する。1924年に、監督のバシリー・ジュラブリョフが企画を思い立ったが、実現化に向けて動き出したのは1932年になってから。共産党の青年組織。 コムソモールが宇宙研究への関心を促す映画制作を奨励したからだった。ジュラブリョフは脚本に関して著名な航空工学者でロケット科学技術者のコンスタンチン・ツヨルコフスキーに顧問を依頼した。なお、ツヨルコフスキーは映画の完成後すぐに亡くなった。映画に登場する二つの宇宙船の名前はソ連の指導者ヨシフ・スターリンとクリミント・ボロシーロフが由来。 映画の中で宇宙飛行士たちは離着陸の衝撃を軽減するため液体を満たした部屋に入る。また月面に光を反射する物質で CCCR というメッセージを書いて地球に知らせる。サイレント映画として完成した本作だが公開は1936年の短い期間だけだった。宇宙飛行士が低重力の月面でひょいっとジャンプするアニメーションシーンが 社会主義リアリズムの精神と相入れないとソビエト検閲官が判断したからだった。この映画が広く見られるようになったのは1980年代になってからだった。ありがとうございます。